今回の件、どういうことか説明してもらいましょうか、真島さん。説明もクソもないわ。部屋に入っとったら植松が死んどった。それだけ。真島さんと植松は次期若頭の座を争うライバル関係。そしてその真島さんが植松の死体の第一発見者。何が言いたいんや。言いたいことあるならはっきり言えや。植松殺したのはあんたじゃないかって言ってるんですよ。くだらん推測はやめろ。真島が殺したっていう証拠がどこにあるんだ。証拠はまだありませんよ。ただ出てくるのは時間の問題でしょう。若頭候補だった植松は真島さんにとって最も邪魔な存在。殺す動機としては十分すぎます。真島さんは狂犬って呼ばれてるぐらいですしね。やっても何らおかしくない。くもうやめませんか。これ以上子さん同士のかばい合いは見ていられない。てめえ柏木さん、もうええわ。真島、わしはごちゃごちゃ脳が汚れんのは苦手でのう。こいつらのくだらんお茶会に付き合うんはもうごめんや。植松やったやつの首取ってくりゃ文句ないやろ。ええ、もちろん。それができればね。おい、ん？はあ、うん。おう。はあ、お？はあ？ああ。ああ。いや。よう、来ると思ってたぜ、真島五郎。なんや、全部お見通しってわけか。伝説の情報屋ってのは本物のことやったんやな。あんたみたいな目立つ男を追えないようじゃこいつで飯なんか食っちゃいけねえさ。で、一応聞くが、何を調べたい？もちろんこの事件の真相や。俺をはめた黒幕がおるなら、そいつ見つけ出して叩き潰さな気が済まんからの。山が山だからな、情報量は高くつくぜ。安心せえ、珍しく金なら山ほどあるで。なんぼや。いや、今回は金では受けねえ。情報と引き換えに俺の頼みを一つ聞いてもらう。それでどうだ。うん、なんや、その頼みっちゅんは。俺がここに移る前に仕切ってた西の河原って場所があるんだが、そこをあんたに任せたい。西の河原？西公園の便所からつながっている、まあ裏社会みたいなもんだ。
俺の昔の仕事場があった場所でな、鳥羽から地下闘技場まで人間の欲望を満たすもんが何でも揃ってる。ほほ、面白そうなとこやないか。だが訳あって今はほったらかしになっちまってる。誰が信頼できる人間に任せてえと思ってたんだ。俺は備えに信頼できる人間ちゃうで。信頼できるかどうかはあんたが決めることじゃない、俺が決めることだ。どうだ、受けてもらえるか。俺は黒幕殴れるんなら何でも構へん。河原の管理の一つや二つお安いご用や。交渉成立だな。何や、これは。俺の仕事道具だ。こいつを使えば神室町中の情報が俺の元に舞い込んでくるってわけさ。さて、植松殺しの件だったな。このモニターを見てみろ。映っとるのは俺やないかい。ああ、あんたが植松組に乗り込んだ時の映像だ。こいつを巻き戻していくぞ。これは川村なんだ。あいつが。さあな、そいつは本人に聞いてみねえとわからねえ。頭ん中までは映像には映らねえからな。どこ行く気だ。決まってるやろ、組に戻るんじゃ。川村のやつに話を聞かんとあかんからの。残念ながらもうそいつは神室町にはいねえ。じゃあどこにおるんや。蒼天堀だ。蒼天堀？しもうたか。いらっしゃいませ。おう。いや、はあ、なあ。いや、うそ。ああ、
もう20年ぐらいかな、ずっと大事に使ってるんです。ベルトはさすがによれちゃったんで交換したんですけどね。古い型なので替えがこの色しか見つからなくて、もともとのデザインがもっと落ち着いてて好きだったんですけどね。実はこれ、私の命を救ってくれた人がくれたものなんです。私実は昔精神的な原因で目が見えなかった時期があって、その人とはそんな時に出会ったんです。事件に巻き込まれた見ず知らずの私を、その人は名前も名乗らないまま命がけで守ってくれた。絶望のどん底、暗闇の中から私を救ってくれたんです。そのおかげで今は無事目も見えるようになって、結婚もして子供にも恵まれて、慌ただしいけど楽しい毎日を送れてます。あの頃はこんな未来が待ってるなんて想像もつかなかった。私今本当に幸せです。希望を捨てないで生きてきて本当に良かったなって心からそう思えるんです。でも私その人に感謝を伝えられないまま別れてしまって、ずっと後悔してるんですよね。実はここで今こうしてマッサージしてるのもそれが理由なんです。あ、ここはその人と初めて出会った場所なんです。そしてこの蒼天堀はその人との思い出が詰まった大切な町だから、ここに住んでこの場所で昔のように待ち続けていればいつかもう一度会えるんじゃないかって、会って今度こそありがとうって言えるんじゃないかって思って。あ、いけない、神経臭い話しちゃいましたね。ごめんなさい。なんでだろう、今日おしゃべりになっちゃうな。あ、今のは夫には秘密にしてるんで内緒にしといてくださいね。お客さん、
これうちの会員カードです。どうぞ。あの、以前どこかでお会いしましたっけ？楽になりましたか？おかげで18年ものの凝りが取れたわ。ありがとうございました。おう、何やて？うん、はあ、え？ありがとうございました。